いばみのラジオあの丘を越えたら トランペットオカリナ奏者の茨城智博です歌とピアノのみのりですこの二人でお届けしている YouTube でのラジオ企画今回は2024年7月14日配信の第81回です前編を私茨城のチャンネルからそして後編をみのりさんのチャンネルから配信しています動画説明欄に後編のリンクがありますので、はい、前後編続けて聞いてみてくださいはい。ついに、うん、この日がやってきましたねこの日や 7月14日がやってきちゃいましたよ。ということは7月13日が過ぎちゃったということですかね。ということ言ってたみのりさんのワンマンライブがこのラジオが流れる頃には終わってるけどでも現状我々はね喋ってる今我々は7月のど頭ですから今今のの日 みのりと七、うん、月十四日のみのりでは別人の可能性ある、ね、可能性があります。<laughs> ちょっと今日はだからその辺の話も聞けるかなと思うんですけど、ね、ちょっと後半楽しみにしてくださいね。はい、うん。はい。はい、ちょっとだけいいですか？うん、語源。あお願いします。一旦 <laughs> ね。語源をね最近ちょっとまあ今日はいろいろ話聞きたいんで短めに、はい、あの前もね。 画学由来の言葉を話したじゃないですか、はいえー、打ち合わせですねそう打ち合わせってそうなんだって話あったけど、うん、画学って結構面白い言葉いろいろあるなと思って、うん、って思ってたらなんか数日前のね、うん、題名のない音楽会がその話でしたえ、うんうん、まあその話しつつもちろん演奏しつつなんだけど、うんね、打ち合わせのこと打ち合わせはなくて出てきたのがうん、うん、塩梅と千秋楽 あ,あと温度とかあと頭取なんか社長とかのことを遠取頭遠取っていうでしょ社長ななのかとかも全部そうなんだけど<ー>その辺は題名見てみてください。<ー>で他にもあったのが僕が気になったのが、うん、このえっ、ー、となんか例えばみのりさんの歌のこの部分がちょっと。 おつだよねみたいな表現、あんま最近聞かないけど、おつっていう言い方するじゃないか。おしゃれみたいなこと。行けてるみたいな。行けてる感じの時に使うよね。これも画学なんだって。おつ。うん。え、漢字あるんですか。あるんですよ。だからおつって多分。音ひめのじゃなくて。それ。それ。こうおつのおつ。あ、そうなんだ。そう。ね、だからカタカナで書くじゃん。大体たいおつだよねっていう。そうだね。 でも漢字で書くと急になんか和風だよね。オツ、うん、だよね。でもさ <laughs> うん。コウオツってさ、コウよりもオツの方が劣ってるのに。劣ってるニュアンスあるんだっけ？コウオツ付け割た,たいだから。ああ<ー>。やっぱり金銀みたいなもんなんじゃないですか？なるほどね。でもなんか契約書で使うじゃん。コウとオツ。うん、そこで上下関係発生してるとちょっと。でもコウは絶対にお客様側じゃん。なるほどね。オツか。うん そそだから弊社みたいなニュアンスで使うのか。だよね多分。あー確かにね。ちょっと乙の方が下のはずなのに乙、うん、だねっていうんだね。そうちなみに言うと「乙」と「乙」はオクターブの違いなんだって。うん、えー、何それ<う>超楽しいんだけど。あの画楽の歌においてねへー ででオっていううののがが気温にななる音そクターブ上こんだってさだから例えば誰かが「あ」って「オツ」を歌ってその上で「こう」「こう」「オクターブ」「ごめんオクターブ」が出せなかったそうだからそこから多分「こう」「オツ」つけがたいもきてるのかもしれないこれに関してはちょっと調査不足ですが他にだから「こう」を使ってる言葉で言うと「感高い」の「感」 これも漢字で書くと高高いこれも高い声っていうのはオクターブ上の「かだから「えー、あこう」だから「か高いなんだってでその低い方の声が、はい、なんか歌手によってはすごく渋くて魅力的で、うん、気温の方の低い声が、うん、おそらくだから本来花形で言うと高い声なんだけど、うん、低い声がかっこいいよねっていうのを言う時に「おつだね」が生まれたなるほど そ,そのニュアンスはちゃんと伝わってますよね<う>めっちゃいいねじゃないもんねめちゃくちゃいいじゃんの時じゃない,かいな何かいいよねちょっとツーがわかるみたいな時にオツだねっていうからね <laughs> そこなんだってうわー楽しいですね<う>まあ知る人にはわかる人にはわかるみたいなニュアンスがあるもんねはあ<ー>。でねコツもそうだってコツあコツ このいやコツのって何ですかもう音が似てたから並べただけなんだけど<ツ>これはだからなんか楽器演奏のコツとか、はい、歌を上手に歌うコツとか、ね、このコツ<何>これもでも音の名前らしくて「えー、G は何だっけな忘れたけど「小」って。 っていう楽器があるでしょ、はい、この十何本かーそうシャーっていうね雅、うん、楽で使う楽器のそれぞれの一本一本が要は音になっててな、うん、うんうん、とかの音が出る感んとかの感ってあって、うん、その中にコツっていう感がある<え>でそれがあの。指が 使う指指が左手の薬指の薬ところにあるんだって<ー>だから一番押さえづらい出しづらい音だよねってことでうん、うん、コツをつかむー、えー、左手の薬指の一番出しづらいところが上手に出せるようになったよねっていうことを、うん、コツをつかんだ状態らしいですはあコツができるようになったら一人、うん、前みたいなまあそんな感じだ、ね、そこのコツ <laughs> コツだよっていうふうになってた <laughs> コツが。 コツって言ってたかわかんないけど先生が言ってでもそうだね来る日も来る日もコツを練習してでそうである日「おあんたついにコツつかんだね」っていうことなんじゃないですかへ、それぞれにあるんだ一個一個そうそう音の名前が全部「ドレミファソラシド」じゃないからコツどういう字なんだろうのの字ね多分骨じゃなないか じゃないと思うなんか出てくると思います。わあ楽しかったです今日もありがとう。うん、はいということで、はい、今日も語源を紹介しましたが、はいえー、先月いただいたコメントも紹介していきましょうか。うん、じゃあ話していただきますね。はい、えっと七十九八十回の方にもらったコメントです。おほつくブルーさん私も長時間が嬉しい派です。 というのはラジオの 長いからいつもね、うん、長すぎるかなーっていう毎回心配しておまたりそうそう長時間が嬉しい優しいですね、うん、ここ心地よい声とまったりトークに癒されます、うん、時にお話がどんどん深まっていくのは音楽に真摯に向き合い信頼し合っているお二人の会話だからこそでしょう、はい、いつもいろいろな気づきや刺激をいただいていますすごいねこのままずっと続けてくださることを願っています <laughs> いやありがとうございます,いますしかし対して大して。はい <laughs> そんな意見もあれば <laughs>、えー、関口さんいや,いや毎回長いと聞くハードルが上がって、うん、時間がある時しか聞こうと思わなくなる<う>結構気合いがいるんだよね、うん、正直な意見をねはね、い、それもごもっともですよね、うん、だからたまにいろんな時間,た時間やろうまあ、ね、たまに40分ぐらいの時もあればいいこうやって聞いてくださる人はまだ、うん まだいいというか。だってそうだよ。偉いよ。だって、長いけど聞いてるってことだからね。辛い思いしながらさ。やっぱり初見の方からすると、知らないラジオの三十分一時間はちょっとハードル高いからね。その入り口になるような回を作んないととは毎回思います。まあ、でもいいんじゃないですか。そういう時間があってもね。だから、ホスクさんが言うように、なんか深まって、深まって、長くなっちゃったね。は、まあ。 まだ有意義かなと思うんでね,、うん、ねそこをちょっとうまくコンパクトにできればいいけどね、はい、たまにだから短い日も作ります、うんはい、<laughs> ありがとうございます、はい、あ、間違えた <laughs> ソータマンさん <laughs> ソータマンさん,ンさんはじめまして私は保育士です、うん、子供がお月様、ま、こんばんはの曲をつけながら見るのが大好きですあ曲をつけながら見るのが大好きです、うんうんうん 何度も見見たいいと言っててるので毎日まあ楽しませていただいてありがとうございます歌絵本をもっと楽しんでみたいなって思ってた時に見つけましたってさ、うん、あの YouTube で10年くらい前に「そうだね、お月様こんばんは」っていうちっちゃい子が好きな絵本に勝手にメロディーをつけて歌って伴奏と歌にしてアップしててねそういう活動をねずっとしてたんですよいろんな本に。うん 勝手に歌つけてでもね結構反響があって今しゃべっての僕のチャンネルになっちゃうと思うけど、うん、まあ後編を流すみのりちゃんのチャンネルの一番下まで、うん、その古い順に並べると一番最初ぐらいに出てくるのがこの「お月様んこんばんは」かなあの本がやっぱり人気みたいでですごく、うん、ね,でね 結構そこからご縁来てねその子供たちに教えてて子供が好きだから使わせてもらってます、はい、楽譜ありませんかとか結構いろいろ来るんだけど<ー>それはささすがにできないんだけど演奏したい人もねそれでねでもねえっと神戸に呼んでくれてライブしたりとか、うん、あと名古屋にも行きましたね勝手に <laughs> でもそれだけをやりに行ってるわけじゃないからみんな安心してそ<う>どんな歌でしたっけ お月様、ま、こんばんは。お月様、ま、こんばんはだっけ。うん。なんで二回言ったの。こ二<れ> <laughs> <か>、ね、<laughs> 回言ってんのかな。言ってたかな。うん。でもこれを確かにお子さんがね本と一緒に、うん。 この動画で覚えちゃったらもうめっちゃ見るからね子供はそうだよね毎日見るからねだから保育士さんの方がねしかもそのあその動画にコメントつけられないようにしてるんだ子供向けだからだからここにコメントくれたんだきっと確かにありがとうございますそうだキッズ向けになってるとねコメントできないんだよねそそうう嬉しいですそうたまんさん保育士さん頑張ってください呼んでくださいコンサートしに行きます そしてはい間違えた次のコメント、はい、えっと辰美ひなさんですねみのりさんこんにちは,こんにちは続き100枚ジャケット手作業で作るのとてもいいですね、うん、私も手作業で作るの好きなんで CD ジャケット作ってみたいですお<ー>また今日もそんな日は私もみのりさんと一緒でなんでかわからないとたくさん言っちゃうので,でかか今日もそんな日という曲はとてもいいですね <laughs> とても素敵です また「人」という曲もまだ聴いたことがないのですがアップダウンの竹森さんに歌ってもらうのとても楽しみです。はい、すごい。また茨城さんにも「心の瞳」歌ってほしいです。急なリクエスト。またみのりさんの7月13日のライブも豪華メンバーで楽しみです。みのりさん頑張ってください。<お>とのことでした。じゃあさ、うん、次回今日。 2本ラジオを撮るんで再来週の分も撮るんだけど再来週はピアノを使う使えるようにするから「心の瞳」歌っちゃうちょっとだけ歌えないよせっかくのリクエストなんだからなんで僕が歌う話になってるんだっけこれオカリナは持ってるんですかオカリナ持ってるじゃあねちょっとそれだけ心の瞳でもほんのちょっとしかやっちゃダメか。 そうだねちゃんとやっちゃうとあれかもしれないけラジオ収益化が収益ができなくなるそ収益出てんですかん収益が欲しいわけじゃないんだけどそれで一本がんか扱いが変わっちゃうのもったいないんでねほんのちょっとだけ増えちゃったりするかバレない程度音外したらいいんじゃないですかいやいいですねありがとう CD ジャケットね今一生懸命梱包するところですね うん、順調ですか、はい、グッズ作りもグッズ作りも順調でございます、ね、ちょっと後で教えてください、はい、ありがとう、うん、さて次ですねポテンヒットさん、はい、名作 CD 完成おめでとう今日もそんな日、うん、とってもいい歌すべてがうまくいくことほどつまらないことはないと思いますなるほど電車間違えるのも不便かもしれないけどみのりさんの魅力だと思うけどな、うん、まあね ありがとう、<laughs> そうだね <laughs> そう、いろいろ起こるからこそ歌が生まれてなかなか、うん、まあドラマですからね、全部ねドラマが生まれますから、ね、はい、そう思って力強く生きていきます笛吹くんずさん、みのりさんの CD 欲しいな、うん、ライブ会場でしか買えないのですか、欲しいないいえ、そんな皆さんに朗報ですはい、どうなるんですか CD ライブに来てくれた人と うん、配信でライブを見てくれた人配信を申し込みしてくれた人この方々には安い。安い。本当本当っていうか、うん、それ以外の方で欲しいって方がいれば1,500円って思ってるんですけど、うん、えっとなので配信見たよっていう人は、はい、ベースっていう私の実りオンラインショップで。 ベースっていうかなだいたいあベースあ？そうなんだ。<laughs> どっちもまあいいけどね。ミノオンラインショップってこうネット検索したら、はい、あウとピアノみのりオンラインショップがいいかも。はい。うん。そしたらあの出るようにまだこれからですけどします。あもう7月14日だから出るようになってるはず。うんうん、えっと、うん、多分こうします。その2つ1000円の。うん。 購入ページと1500円の購入ページを作ってで配信見ましたとかってなんか一言入れてくれたらその1000円の方で買ってくださいなるほどもう自己申告でまあ大体わかるしね別にそんな厳しく審査はしないでしょうけどそれでどっかから見つけて買う人もそういないと思うからねはいはいはい現地で買う人はその場で1000円で配信を見る方は うん、ベースで1000円で購入そうですねでそれ以外で後々欲しいなって人は1500円、うん、だからベースは1000円のだけ作っとけばいいかあまあ最初はそうかもねそうしますその方が分かりやすいなんならそこで売り切れる可能性もあるんじゃないの、うん、そうかもしれない100枚だからね早いもん勝ちですねうんはい い,やいい作品になったし、うん、あのサブスクでも聴けるようになるんですよ、はい、7月13日から。あその日配ちゃんと手続きを終えました<ー>7月13日にサブスクでなんかそれぞれ皆さんの使ってるサブスクで、うんはい、検索したと。 出んのかな、うん、多分ね、うん、なるんだけど CD は CD で結構美しく仕上がってるので美しくっていうか、うんはい、なんかあのいい感じに歌詞カードもあるし、まあ、こだわってねそうそう、ね、いい感じだからねものとしててて手に取っっらいたいなっていたなう気持ちはありますそれがまあグッズ第一弾というかでしょう、うんはい 他にもなんかいろいろ作ってるんですか。前に結構長々と喋った、うん、実りカレンダーみたいなやつは。日めくりカレンダーは,はい。やめて。あのね。はい やっぱりカレンダーってものの性質上別に1月 2>, ああ 1> 2月作るわけじゃないけど、うん、年末年始の方がなんかいいなと思ってはいはい、はい、あんま7月にカレンダー発売しない確かにそう思ったし何 <laughs>、うん、かちょっとこう力を入れるグッズが分散しちゃうのがもったいないなとも思って、はい、結構力入れるからそれもうんうん、うん、そうだね<当>ちょっと大変だもんね作るにも、うん、CD もありカレンダーもありだったら、うん、ちょっと何か うん、目玉が分散してもったいないなーっていうのもあって、はい、で急ぐのもあれだし、うん、焦るのもゆっくり半年ぐらいかけて作って年末年始に何かできたら楽しそうだなはいはい、はい、じゃあ作るは作るんだひめくりカレンダーは。 なのでそれは一旦保留なんだけど、うん、あとは、うん、とフィンガーダンスの楽譜をちょっとね、はい、頑張って作りますね。ねメロディーとピアノの譜面、うん、<laughs> そして音源のセットで買っていいいたただけるようにしたいと思います、はい、この曲はねもともと僕が演奏を一緒にするために作ってくれたオカリナとピアノのための曲ですけどす、うんうん、今回のワンマンでも 演奏されるとはい今回のアンマーライブではなんと初のピアノ連弾でやっちゃってみようかなと思ってます。うん、楽しそうフィンガー四フィンガーでね。そう四フィンガーじゃね、よ Four ハンド t w e l v ハフィンガー t w e l v フィンガーを使って。<laughs> うん ね<ー>でそのがまあオリジナルの楽譜というか、うん、オカリナとピアノ、はいまあ、もしくは何かしらとピアノで演奏できるようなうイバさんのおかげでいろんなオカリナ奏者の方が挑戦してくれてるようでう、ね、お楽譜欲しいって話多いんで、うんうん、僕からもこれはずっとリクエストしてたんですよねやっぱピアノ譜があった方が、ね、まあ音源もあるから、うん、メロディーとカラオケ音源で、うん ね、販売しても使える人多いと思うんだけど、うん、どうせならもうコンサートでやってもらえるように、うん、ピアノ譜もいやだからまだ2週間前にして手つけてませんから、うん、メロディー譜は多分すぐ全然できるけど、はい、ピアノ譜はね、うん、怖いよ怖 <laughs> 怖い<な笑>怖いよしかもコンサートでできるようにってことは結構ちゃんと音数もある程度ね。あまあねでもみのりちゃんが弾いてるのを、うん そのまんま楽譜にすれば、大体。で、聞いてるの、も結構音数あると思う。あ<る>多分。大変だよね。あれピアノ譜ね。でも、ちょっと頑張ってやってみようかなと思っています。うん、で、うん、あとは、あの、結構、あの。 フライヤーが素敵にできたなと思っててみんな見てほしいんだけどね分厚い紙で作ったそうそう,そう厚みが素敵だなと思ってるわけじゃないんですけど <laughs> <laughs> そうなんかたまたまふっと後ろから撮ってくれてた写真が素敵で、うん、ちょうど自分の作ってた「響き合う」っていうロゴと合わせたらなんかいいなと思って、うん、それのクリアファイルをね作ろうかなって思ってますね、はい、クリアファイルいいですねうんそのくらいかな、うん、売るのは。 そんなはずはないけど今までの CD とか楽譜とかね歌詞集とかそうですねっていうものももちろん販売します新作というとファイルと CD と楽譜がはいそうですそうですはいが買えるといいですね ほほぼほぼ満席っていうのは前回から言ってたけど、うん、その辺は今どうなんですかんとちょっとまあ動きもあって、うんうん、まだ数人お受けできるところではありますまあこれはラジオスの段階で終わってるからどうなったんだろうだけど、うんね、果たして皆さんが来てくれて、まあ、そんなにあのみんながみんなキャンセルすることはもうここからはないでしょうからほぼ満席の。 はい、中でできたんでしょうねきっとだとだ思いますでなんか噂によると今日初リハーサルだった、はい、よ。いわゆる、えー、いよいよ演奏のね、はい、リハーサル。今日このラジオを、うん、撮り終わった後に移動してみんなと初リハをしてまいりますよ、はいえーと。メンバーがおさらいするとみのりさんがいてみのりさんは歌ったりピアノ弾いたり。はいそうですね でもう一人鍵盤がいいるとはい、森優也という作曲家ですね。うん、彼に、えー、とピアノだったりンセっていうかキーボード、うん、そしてピアニカとかもね、うん、ちょっと駆使してやってもらいますね。そしてドラムがマービーですね。ーーおなじみの みそうでも、はい、マービーさんと演奏する時はパーカッションってことが結構多いんで、うん、また今回ドラムっていう方ではいやってもらうので、はい、楽しみです。うん、そしてチェロ飯島かなとくんですね彼とは、えー、先月に1回小さなライブでご一緒しましたけどねかなとくんの「 曲まあ一曲カヌト君のもやろうよって言って「アベマリア」っていう曲をやらせていただいたんですねそしたらやっぱとんでもなくいい曲で、はい、すごく静かな淡々とした「アベマリア」だからね「うん、聖母マリア」宗教曲のようなイメージでクラシカルなんですけど、うん、こういう曲入れたいってその時に思ってそのグッ と染み入るような音数を減らして、うんはい、少ない音でそのいっぱいにぎやかなライブほど、うん、そういう時にグッとくるじゃない？グッ、うん、とくるかも。うん、うん。あ、それだと思って、はい、翌日新しい曲作りました。監督の曲みたいな<ー>にしてて、<笑><笑>自分でまあせっかくワンマンではね、自分の曲で。 まとめてたから、そこに入れれるように。これがね、いい曲かどうかまだわかんないんですよ。自分でしかやったことがないから。でもこの後あのライブ、あ、リハーサルで、はい、きっとカンナトクのチェロの音色、うん、そしてうんまああんまり言ってもあれだけど、はい、きっといい曲になるんじゃないかなと思ってお。なるほど。ります。インストってことですか。インストで、ね、歌わない。うん、あ。 それはちょっとない。それもわからない。ちょっとハミングぐらいするかもしれない気配があるな。そうそうそう。静かな曲を一つ入れてみました。あ、いいですね。まあ、かなとくんがいるからこその。うん。そういうパートかもね。うん。そう。なので、本当になんていうか、こう。自分の。 曲の手伝いをしてもらうっていう次元を超えてその人その人の色が結構出るようになんか組めた気がしていてこのメンバーならではの、うん、あのライブになりそうだなって,思ってますそれもいいよね、はい、サポートメンバーって言い方になるのかもしれないけど、うん、でもこのメンバーだからこそこのプログラムだよみたいなねうん,う,んう,んうん。うん いやそうなのよもちょっと言いたいこともいっぱいあるけどあんまりこれも終わってるからだけど配信がねまだ申し込めますから多分2週間だねそらくいつまで申し込めるんだろうまだ申し込めると思うえっと2週間にしてます視聴期間じゃあその2週間目までいつでも買えるんじゃないかじゃあね是非ねみんな見てください。 ライブになったはずで今メンバー紹介がかなとくん次が。あそうでリハをこれからやる今日やるのはその私含め4人なんですけれどもそこにもう2人演奏ではねアップダウン竹森美さんに私の曲を1曲歌ってもらい私たちはコーラスをつけるでもう1人のコーラスの子が奈おちゃん。はい 私の教え子でで高校生すね音楽ではそのメンバーそしてもう一人アップダウンの竹森さんの相方の阿部さんという人がいてアップダウン2人の漫才もこれまた特別に作っていただいていますい。なるほどもう今回用の舞台みのり漫才で実り漫才いいっすねそう超贅沢じゃないうん なので笑いあり涙あり進んでますね構成がまあ大体もうね今日リハーサルだってことでみのりちゃんの頭の中ではなんかバーッと当日のイメージができてるんでしょうもう一人いたそういえばはい実は実はあの実ははいアレンジャーアレンジャーはいはなちゃんうんなるほど はなちゃんという、はい、えー。もともと、なんていうんだっけ、あの。エレクトーン。<laughs> 今まさかと思ったけど、<laughs> エレクトーンが出てなかったんだ。鍵盤がいっぱいある。うん、鍵盤。<laughs> 鍵盤がいっぱいあるやつ。はい。ね、という楽器専門の方で、うん、えっと。私のね。 最新出来上がった曲が結構 j p o p、うん、今流行ってる j p o p っぽいものができて、はい、なんか初めてそういう音で音源を作ってみたいなってなるほど頭が初めて働いたんですよ。うんうん、なんんかぼんやりとはそういういいいにした方がいいかなとか、はい、私は普段弾き語りピアノと歌っ,っていうシンプルなスタイルだけどやっぱりこう。 世に出していくとかを考えるとそういう風にした方がいいのかなーと思いつつ、うん、あんまりピンとイメージがわからなかったんだけどはい、はい、その曲ができた時にちょっとそういう動きをしてみたいって初めて体感で思ってでえっとそうそうあのは、ー、なちゃんに「うん はなちゃんは、はい、<laughs> 無駄に「はなちゃん」っていうワードばっかり言ってるんだけど、うん、エレクトーン奏者だから私と違って一、うん、人で演奏する時もそのドラムベースなんちゃらとかっていろんなその立体的に音楽を作る人だから、うんそうだね、バンドサウンドをもともと自分で構築するやってるからね。 パソコンでそれを作る技術さえ身につけば、はい、きっといいもの作れるって、うん、その花ちゃんの作ったオリジナル曲を新生じゃなくてエレクトーンの作品を聴いた時にすごいって思ったので、うんはい、あ花ちゃんは誰かっていうと前後するな <laughs>。<laughs> 専属 学園大学を卒業したばかりの今ピアノの先生として私の教室で先生をしてくれていてヤマハでも働いているというそう花先生なんですでそしたらねんかねすごい才能の持ち主だったってことがだんだんとねだんだんと露呈するパターンもあるもうだって3年ぐらい経つから先生ってが在学中からやってくれてるんで3年目かな 優秀だから、うんまあ、や雇ったっていう言い方になるかわかんないけど、うんそのね、入ってもらったのかと思ったけど最近になって隠れた才能が絶対隠れてなかったはずだけどね <laughs> エレクトーンの才能 <laughs>。確かにでもエレクトーンを聞いたのはちょっと。はいはい 数ヶ月前なんですよしかもさ技術だけじゃなくてその作った曲だからすごいと思って。なんかエレクトーンって僕も全然詳しくないんだけどさ、うん、その音色も自分で作ったりするんだまあ既存の音色もあるけど、うん、よりこういう音色にしたいとか、うん、だから本当にアレンジ。 オーケストラ的なアレンジもできればそう,そういうポップス的なアレンジもでなんだね,ねいやすごい大変な楽器だと思うんだよね、うん、だからちょっとはなちゃんにアレンジを頼んでみたのね、はい、それで、えっと、ただその初めて演奏もしたことない、うん、私自身も完成形が。 想像ついてない状態で最初に音源を作るっていうのがなかなか時間もなくてハードルも高いからだったらもうその日ははなちゃんと森くんとマービーさんとかなとくんでバッキングをやってもらって私は歌うだけっていうスタイルで。 ちょっとやってみよう。<ー>それを一回やればきっともっとイメージも膨らむだろうし、その音源作りのまずい、うん、まず一歩目としてちょっとステージやっちゃおうっていう、ね。はい、なるほど。花ちゃんの技術すごいと思うよ。へー楽しみに。うん、はい。なるほど。花ちゃんの。 オリジナルも聞いてみたたくなななっんかどっかでね機会あったらぜひみんなに聞いてもらえる何かはないんだけど今のところでもそっかライブとかでねそうね何かしら今後もあるかもしんないからはいに素晴らしい若い人です若い人そうなんでも若いよね達観してる達観してるんだんか通じ合うあ通じ合う達観してる同士 対話してどう <laughs> はい、もう高次元で話せるんだ。<laughs> はい、そうです。<laughs> 悟りを開いた境地で、はい、そうです。すごいレベル高い,いやでも二十三歳って言ったら私なんかよりもものすごい年下なのに、うん、めちゃくちゃ若いね。うん、なんか物応じしないし、いろんな人と大人の中でしっかり喋ってでもこううるさくないっていうかそのはい、<laughs> 素敵ですねそれは、うん。ガツガツしてな、ね、なんかすごい人だなと思って、えー、お楽しみにしてくださいっていう感じで <laughs> うんうん、うん。 あのまあいろいろ昨日日あそうそうそう「お楽しみにしてください」が終わって今配信中だねおそらくアーカイブもう本番が終わっている状態で今配信されてでそのはいいいの飯塚さんんか言いたそうだったのにうん違うの違うんですそれでまあ前編でいろんなそんな話を聞いたところでもしかしたらねライブを 直接見てくださった方もいると思うけど、こっからさらにお楽しみなのが後編ですよ。すはい、何をするんですかですです後編は。本当に昨日来てくれた人、配信見てくれた人、うん、ありがとう、うんえー。本編の後にアフターパーティーというものをやったはずです。はいはい、でそこで。 伊場、うん、さんにも登場していただき、伊場みのラジオを、はいえー、もうね、ライブ終了直後の演者たちの声を収録してまいりましたとはずです。うん、はずです。<laughs> なんか不思議な日本語喋った。してきましたとはずです。<laughs> はい、してきましたのはずです。はいはいはい。その声を後編で、うん、なるほどとだけできたらと,と。じゃ後編はこの、はい、まあ今ではなく。はい。 もう前日、うん、そのライブラ,ラジオを配信してる前日に撮ったライブ終了後ほやほやの声を入れようという話ですね。うんうん、前もありましたね、うん、この形式。ワンマンライブか、はい、同じくみのりちゃんのワンマンライブでやりましたけど、はいはい、今回もじゃあ当然僕らだけではなく。うん 演者の皆さんに登場していただいて、はい、どうだったのかが聞けるということですねわ、はい、かりましたじゃあ後編ぜひそちらも聞いてみてくださいはい。<ひ>ということで、はい、続きはみのりさんのチャンネルの方で引き続きお話ししていきたいと思います説明欄に説明欄にリンクがありますので <laughs> そちらから後編の方もお聞きください <laughs> ここまでのお相手はトランペットオカリナ奏者の茨城智博と歌とピアノのみのりでした ありがとうございました。